フーーバジャック・ユーベル、または、ヤコブ・フーバーは、スイス生まれで、ブラジルで働いた、植物学者である。スイス、シャフハウゼン州のシュライトハイムで生まれた。バーゼル大学で学び、1892年に、博士号を得た。モンペリエ大学で、植物学を研究した。1894年に、ジュネーブ大学のセミナーに参加したときに、スイス生まれで、ブラジルで働く。 エミール・ゲルディと知り合い、ブラジルに誘われ、ゲルディが働く、パラーシューの自然史、民族学博物館で働いた。同僚には、昆虫学者のデュッケラがいた。1907年に、博物館の館長になった。植物学だけでなく、農学や工学の分野でも働き、ゴムの専門家となり、1911年にワトリノなどの外国を旅し、1912年には、 セイロンとマレーで講義を行った。ブラジルのベレンで没した。フーバーは植物の学名で命名者を示す場合にジャック・ユーベルを示すのに使われる。ありがとうございます。